はい、皆さんこんばんは。今日はですね、富士フィルムの XF35mmF1.4R こちらのレビューをしていきたいと思います。で、こっちにはね、あの 33mm の F1.4 の新しい方ですね、リニアモーターの方もありまして、この取り比べというか画質比較とかボケの雰囲気とかもね、ちょっと比較していこうと思いますので、気になっている方はね、ぜひ最後まで見ていただければ幸いでございます。で、まず最初にちょっと雑談のような形で、レンズをね、こちらの 35mm を買った理由みたいなのを話していこうと思うんですけども、僕がねいつも使ってるこの XE4 はですね、本当に使いやすくって、小さくて見た目もかっこいいし、かなりお気に入りの機種で、出かけるときはですね、ほとんど持って行ってるんですよね。で、その時のレンズはですね、ほとんどこの 27mm の F2.8 このパンケーキレンズで撮ってたんですよね。やっぱり小さければ小さいほどいいということで、ほとんどこのレンズで撮ってて、まあ大体満足はいってたんですけども、人間というものは非常に欲深い生き物でして、どうしてもね F1.4 とかもうちょっと明るいレンズでぼっかして撮りたい時がやっぱりあるんですよね。これのね写りは非常に満足なんだけども、いつも F2.8 で撮ってるから、なんかたまにこうね味変みたいな感じで、他のレンズも使いたいなと思ってたんですよね。で、そこで、ま、いろいろ調べた結果、最初にね、買ったのはね、この XF の 33mm の方だったんですよね。これのね、写りが非常にいいんじゃなかろうかということで買って、かなり満足してます。33mm のね、レビューはしてないんだけども、同じシリーズの 23mm か、23mm の新しい方のレンズも、ま、レビューさせていただいたんですけども、そこで述べてた感想とほぼ一緒ですね。本当にね、クリアで透明なレンズっていう形で、味なしのすっきりとしたレンズなんですよね。で、これの写りも非常に気に入ってたんですが、いかんせんちょっと大きいぞとね、この普段のこのパンケーキレンズと比較すると、もうこれぐらいの大きさの差なんで、ちょっと重いなぁと思っていたんですよね。で、いろいろ探した結果、もうやっぱこれなんじゃないのと、この初代 X シリーズ、初代 X マウントのこのレンズなんじゃないのということで、今更ながらこの初代 XF レンズを買ったんですが、もう結論から言うと、もうこれでよかった、最初からこれにすればよかった、もうこれでいいじゃんって、なんで気づかなかったんだろうって思うぐらい自分にフィットしたし、やっぱ X ユーザーは全員買っても損はないんじゃないかぐらいに思ってるんで、今日はね、これのレビューをしていきますよと。ということで、今日は質感とか AF の速度とか、あとは画質とかね、ボケの雰囲気とか、そのあたりを話していきたいと思います。あ、そうだ、あとちょっとね、説明が遅れちゃったんだけど、僕がこの、してる時計、最近ずっと Apple Watch を使ってたんですけども、こちらレビュー商品ということで、いただきました。ベアホイっていうブランドの、時計らしくてですね、こちら結構かっこいいのでね、僕普段カメラチャンネルだから、時計の紹介なんてめったにしないんだけど、まあそこそこかっこいいんじゃないかっていうことで、まあ数分程度の紹介なら、大丈夫ですよということでこちらいただきました。で、僕がね今こうやって時計をしつつ、その作例紹介、その画質比較とかボケ比較の時の、そのなんだ、被写体というか、モデルさんみたいな形で、この時計に登場してもらおうと思いますので、よかったらね、概要欄の方から、チェックしていただければと思います。で、最初ね、質感についてなんですが、値段から考えたらだいぶいいですね。昔のレンズとはいえ、全体的に金属の作りでできてますし、質感に関しては、文句なしというか、十分いい出来かなと思っております。で、サイズ感はもう最高ですね。重さが 187g ということで、200g を切るとね、もういよいよ軽いなっていう気がしてきて、この XE4 につけるその最低ライン、ギリギリラインはやっぱ 200g ぐらいなんじゃないかなと個人的には思ってて、この XF の、このパンケーキレンズと比較しても、まあ大体、鏡頭の長さは
2個分ぐらいかな、うん、1.5 よりはちょっとあるかなぐらいで、そんなに大きな差はないし、まあ、こっちのねファンケーキレンズはもうつけてないようなもんなんで、まあ、これはちょっと例外として、その次のサイズ感としてはもうこれが限界なんじゃないかみたいに思ってるんですよね。だから XE4 ユーザーの人もね全然使っていけると思います。で次操作感なんですけども、ちょっとね絞りリングが緩すぎて、ふとした拍子にねすぐ回っちゃうんですよね。ここがくるくるくるって言っても小指が触れるだけで曲がっちゃうし、バッグとかポケットに入れてるだけでちょっとずれてたりするんで、ここが緩すぎるのが難点かなと思います。まあ、とはいえその撮影する前にここのメモリを見直すっていう癖をつければ一応対策可能なので、まあ、許容範囲内かなとは思うんですが、ちょっとだけ注意が必要な点かなと思います。で、次 AF の速度なんですけども、これね、いろいろネット上で言われてるんだけど、僕はね、そんなに気にならないし、そんな変わるかって思いました。むしろもうこっちのね、リニアモーターの新しい方、最新のレンズと比べても、速度に関しては、なんか大差ないかなと思うんですよ。確かに音はね若干こっちの方がビビビって言うんだけど、速度に関してはもうほぼ一緒じゃないのって思ってるんですよね。AFC とかトラッキングをすると、まあ、若干こっちの方が追従性いいかなぐらいには思うんですが、 AFC のシングルのね中央一点 AF とかだともうほぼ一緒ですね。これに関してはね、多分そのレンズのねポテンシャルの差はすごいあるんだけど、ボディのね AF 性能が追いついてないんですよ。多分XE4 とか T4 のねその第4世代の、カメラたちもそうだし、今ね XT5 とか H2 とかの新しい世代の AF があるじゃないですか。それでも多分そんな変わんないと思う、うん、これはね僕が体験したわけじゃないからちょっと間違ってたらね申し訳ないんですけども、そのインターネット上とか、あとは僕のねそのツイッターのフォロワーさんとかの話を聞くと、XT5 とか新しい世代にしたからといって AF 性能がズバ抜けて良くなるかっていうとそうでもなくって、この旧世代よりもちょっといいかなぐらいらしいんですよね。で、そういうボディにこの最新レンズをつけても多分ね大差ないんじゃないかなって思うんですよ。この辺ね知ってる方いたらコメントいただきたいんですけども、僕の予想だと結局どんなボディを使おうがこの2つの AF 速度は大差ないと思ってます。だから特にね AFS の中央一点でシングルとかよく使ってる人、まあ僕もよく使ってるんですけども、そういう人はなおさら気にならないんで、その AF 速度を求めてこっちを買うっていうのはねそんなにねおすすめしないかなと思います。で AF の音に関してもこれうるさいうるさいみんな言うからさどんなもんかなって思ってたんだけど、僕からしたらものすごい静かで、えサイレントじゃんみたいな感じで、ちょっと聞いてみますかね。ね、全然静かですよね。ちなみになんかミーミーじゃなくてそのカチカチって音がしたじゃないですか。この
カチッって音、これは AF の音じゃなくて、あの絞りがねグッて開いたり閉じたりする音なんで、こっちのレンズでもね多少する音なんですよ。でそうするとそのミミミっていうかすかな音しか聞こえないんで、全然うるさくないじゃんっていうのが素直な感想で、あのうるさいって聞いてたから、僕が想像してたのはあのペンタックスの AF 音なんですよね。ペンタックス使ってる人だったらわかると思うんだけど、ものすごいですよ。FA リミテッドシリーズとかつけるとさ、ウェー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 ピピピピウェーウェーブラウェー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 みたいな。いやマジで誇張じゃなくてそんぐらい音をするんですよ。でね、寝てる子供は 100% 起きるし、猫も 100% 逃げてくぐらいの音なんで、もうねあれがうるさいっていうレベルだと思うんですよね。それに比べたらもうこれなんてさ、もうさえずりみたいな感じですよ。絶対子供起きないし猫も逃げないから、僕はね全然気にならないですね。うん、動画撮る人はね、もしかしたら気になるかもしれないんだけども、まあ、例えばね、あの、ロードワイヤレス GO とかで、こうやって話して撮る分には、ね、多分修正聞くレベルだとは思うし、まあ、ペンタックスから比較すると、全然問題ないかなと、個人的には思います。で、次が、解像感とかね、レンズの味の話なんですけども、これがね、すごい気になって、ってたんですよ。ここが気になってたからこのレンズをねちょっと後回しにしてた部分があって、まあ簡単に言うとこっちはね、まあオールドレンズってわけじゃないんですけども、その昔ながらの収差とか味を意識したの設計になってて、あの接写時はねちょっとぼやーってするし、あの四隅までくっきりっていうタイプのあのレンズではないんですよね。で一方こっちの最新の 33mm はもうね開放からバキバキで接写してももう全然バキバキで四隅までしっかりみたいな、まあ、そういうレンズなんで、まあだいぶ性格が違うんですよね。でこっちの、味付けが僕に合うかどうかが不安で、今まで手を出してこなかったんですけども、まあこれも結論言うと全然問題なかったです。あの好みですね、かなり味付けとしては。でこっからは実際にライトルームを見ながらですね、そうこのベアホイの時計を多少撮ってきましたので、これでねちょっと雰囲気をつかんでいただければと思うんですが、はい、ということでこの時計の写真で比較をしていきたいと思うんですが、こっちが、古い方 35mm で、こっちが新しい 33mm ですね。まあこれだけ見るとそんなに差がないように見えるんですが、まあ一応ね、あのレビューということで、拡大しておきます。このピント位置はですね、このベアホイっていうあの文字盤のこのね、あのエンブレムが、書かれているとこなんですけども、あちなみにこれ開放のほぼ最短撮影で撮ってます。でこっちがあの古い 35mm の方で、まあ、やっぱりこうね開放の最短撮影距離ともなると、あの中央部分でもちょっとにじみが出るような形になってて、まあ、開放からパキパキっていうレンズではないのは、明らかにわかると思います。で同じように 33mm の方を見ていくと、やっぱりぼやっと感は消えて、この収差もねだいぶなくてすっきりした写りになってると思います。でこのね文字盤の端っこの方を見ても、例えばこの辺のね円形の部分とか見ると、これもねやっぱにじんでるんですよね。ぼやーっとポワポワーっとにじむような描写になってるのが、あの古い方の 35mm の、味付けで、で一方こっちの新しい方は、やっぱねぽやぽやっとしてるわけではなくて、しっかりこの色収差も除去されていて、しっかりそのまま映るっていう感じですかね。で後ろの方のねボケとかを比較すると、結構面白くって、ここで比較してみますかね。これとこれで、比較してみましょう。こっちはやっぱねこの緑色が出てると思うんですよね。これは古い 35mm ですね。 35mm の方はこの端っこの方はねどうしても収差出やすいんで、あのレンズの味とかがね一番出る部分かなと思うんですけども、この辺緑色で、本当にポヤポヤーとしてて、ただこうピントがずれていてぼやけてるっていうのじゃなくて、もうなんかじゅわーっとじゅわーっと溶けていくような感じにボケてるのがねわかると思います。で一方新しい方は、これね端っこで もう色がないんですよね。もうただただこのピントがデフォーカスしていくっていう感じで、まあ味がないと思うんですよね僕は。あとはねこの辺のね縁、このベルトの縁とか見ても面白くって、これ新しい方でこれただねこうフォーカスがボワーっとずれていくだけだから、こう斜めの線
としてね、こうじわーってボケていくんだけども、これがね、ないんですよね、この古い方だと。にじみが強すぎて、ぐーにゃー、ぶしゃーみたいな感じで、本当にね、この辺のボケ質全然違いません。まあ、これある意味ちょっと硬く見えちゃうかもしれないですよね、この新しい方は。これが古い方で、これが新しい方、古い方、新しい方。うん、ボケ質はね、全然違うんですよ。でこれだけ見るとね、なんか古い方のボケの方良くないって思うんですけども、これがねさらに面白くて、この前ボケの方はね、古い方がちょっと微妙なんですよ。前ボケはね、この新しい方が全然綺麗で、これで見ると分かりやすいかな。うん、こっち新しい方ですね。これしっかり前ボケもじわーってボケてますよね。でね、これ古い方のモデルなんだけど、なんかね、古い方の 35mm は前ボケが苦手なんですよね。これあんまり綺麗じゃなくないですか。そう、この引きで見ると分かりやすいんだけど、これ全く同じ日の同じところから撮ってんのに、この穴の雰囲気全然違いません。こっちの 33mm の方だとなんかブワーっと綺麗な穴なのに、なんかこっちの 35mm の方だとなんかすごいシワシワに見えるっていうかさ、なんかそんなに前ボケが綺麗じゃないんですよね。前ボケはね、こっちの方がね、この新しいリニアモーターの方がだいぶね、ふわーっとボケるんですよね。この辺のね、違いが結構面白かったなと思います。で、今度はね、この真正面から撮ってみました。今度はこっちが 33mm ですね。新しい 33mm の開放。やばすぎでしょ。こんなにパキパキに映るのってぐらいね、しっかり映ってます。で、同じところを見ると、こんなに差があります。まあ、ほんのちょっとピントずれちゃったかな。うん、この辺にピントいってるかもしれないんだけども、でもやっぱりこの 35mm の方が、比較的ね、ぼやっとしてるのがわかると思います。ただここでもですね、先ほど言ったボケの質の違いがだいぶ出てて、これ 35mm、 あ、すいません、 33mm の方ですね、新しい方のレンズだと、ここのベルトのボケがぼやーっとこう2つの線でだんだんデフォーカスしていくような感じが見えるんですが、これ 35mm だとあんまそうなってないんですよね。もうにじみが強すぎてじわじわってなってるから、ほんとね、とろけるようなっていうか、じわーってボケてくるんですよね。だからね、後ろボケはね、僕は 35mm の方が好きですね。このじわーって溶けていく感じ、ちょっとにじみながら、周差を持ちながらじわーって溶けていく感じの方が好きですね。ただやっぱ前ボケはさ、これ古い方ね、なんかね、逆にこっちは線がすごいブワーって出てて、前ボケはね、こっちの 33mm の方がこれ綺麗じゃないですか。こうじわーってボケてて、これが 35mm、 これが33、35、33、33、めっちゃ綺麗じゃん。ふわーってボケてる。これ35、ちょっと硬くないですかこれ。ここまで見る人いるって感じなんだけど、このレンズの差がね、ここまで出るのかっていうのが結構面白いですよね。ちなみに 35mm の方はですね、若干寄れるんですよね。これよりも、これよりもこんぐらい寄れる、ちょっとだけ大きく映せる、まあ微々たる差ですけども、若干 33mm の方より寄れる感じですね。あとこれは 35mm で撮った写真たちですね。こんぐらいの最短撮影距離が、いけますよということで、まあこれもね、クロップしてあげれば全然雰囲気出るというか、SNS で、使う分には全然、使っていけるレベルじゃないですかね。綺麗ですよね。これは適当に撮ってみたやつ。あ、これサイズ比較をしたくて、Apple Watch と、隣に並べると、まあ、こんな感じの大きさですよっていうのを、35mm F1.4 の開放で撮りました。あと最後は、これ僕の愛機ニコン DF のゴールドエディションの隣に置いてみました。なんか色合いがすごい近いなと思って試しに撮ってみました。まあ比較用の作例としてはそんな感じですね。だから結論を言うと、僕が最初言ってたことを多分分かったと思います。こっちはすごい味
がこってりというか、うん、だいぶね、にじみと秀才を伴って、雰囲気あるようにボケていく感じ。一方、こっちは、開放からパキパキなんだけども、後ろの方はもうすぐに素直に透明のままボケていくみたいな感じ。ね、全然違いましたよね。ただね、前ボケに関してはね、結構びっくりでしたね。こっちね、前ボケがね、ちょっと硬いんですよね。こっちっていうのは35ミリの方。これがね、意外でしたね。前ボケも綺麗なんかなと思ったら、全然この後ろボケと性質が全く違くて、多分設計も意図されたのか分かんないですけどね、うん、後ろの方を重視しましょうということでこうなったのかもしれないですね。前ボケを入れることが多い人は、うん、こっちのね33ミリの方が綺麗かもしれないですという感じでいろいろ喋っちゃったんだけど、あと最後のね、このレンズの懸念点もう一つだけあって、それがあの防塵防滴じゃないっていうところですね。僕ね、決して雨の中で撮影したいから懸念に思ってるとかじゃなくて、気になってるのは埃の混入なんですね。このレンズね、全群繰り出し式って言って、こうウィンウィンってこうフォーカスをね合わせていくタイプなんで、この鏡頭が伸びるんですよね。で、その伸びた時にホコリがついて、ね、そのまま引っ込んでいくと、もうすぐ入っちゃうんですよ、ホコリが。だからそこがちょっと気になってて、まだ新品で買ってからもう1ヶ月とか経ってないんで、ホコリは入ってないんだけども、多分ね、入るんじゃないかなと思ってるんですよ。まあそこだけがちょっと懸念点かなっていう感じですね。ということでまとめると、その画質に関してはね、もう一長一短なんだけども、この味付けはすごい好きだし、まあ、前ボケはちょっと置いといたとしても、後ろボケはもうものすごい綺麗だし、それでこのサイズで F1.4 だし、この質感もあるし、値段もそこそこ安いし、もう文句なしですね。本当に買ってよかったし、とっとと買うべきだったと思っております。反省しております。天の弱な自分をちょっと殴りたいわけじゃないけど、天の弱すぎたなって思ってます。すぐ買えばよかったなっていうのが素直な感想ですね。あとね、このレンズのいいところは、そのデザイン的にもサイズ的にも、あらゆる X マウントボディに合うんですよ。本当にね、これが一番大きな利点かなと思ってて、やっぱりね、このパンケーキもそうだし、この 33mm のね、この新しい、リニアモーターシリーズの方も、まあ、すごいいいんだけど、これらはね、やっぱボディを選んじゃうんですよね。こっちの 33mm なんか、XT シリーズにつけてもちょっと大きいですよ。うん。一瞬だけ僕 XT4 を使ってたんだけど、T4 につけても若干フロントヘビーでグリップしづらいし重いです。これはね、XS シリーズとか H シリーズのもうがっつりグリップがあるやつじゃないと個人的にはちょっと辛いレンズですね。だからこの辺のレンズはね、いくら性能が良くてもちょっとボディを選んじゃうんですよね。ですが、こっちの、紙レンズ。こっちの紙レンズは、もう何にでも合います。ね、だって、ほら、XE4 につけてめちゃめちゃかっこいいじゃん。ね、大きさも違和感ないし、このカメラかっこいいってなるじゃないですか。さらに、XT5 とか T4 につけてももう間違いなくかっこいいし、X Pro シリーズにつけたらもう、ね、最強。X Pro にさ、このレンズつけてる人、この前、港未来行った時、たまたま見たんですよ。赤い靴っていうね、バスに乗ってて、子供のね、ベビーカーでね、こうやって世話してる間に、チラって見たらさ、X Pro 3にこのレンズつけてる人いて、めっちゃかっこいいと思って、僕その時持ってなかったから、このレンズ、もう買っちゃおうと思って、その人に触発されて買っちゃいました。まあ、そんな感じで、いろんなボディに合うから、なんかね、僕は感動しましたよ。もう、X マウント、のさ、これ本当に一番最初に出たレンズなんですよ。 X マウントの誕生とともにこのレンズが最初に登場したんですよね。その瞬間からもう答え出てたんだなって結論出てたやんっていうのがすごいね、最近思ってることで、もうずっとこれでいいじゃんみたいな。っていうかさ、このさ、なんかね、リニアモーターシリーズとかどうでもいいからさ、これに早くシーリングをつけてさ、このね、絞りリングちょっと固くしてくれるだけのバージョンアップ版を作ってくれれば、もう僕は満足なんですよ。これシーリングしてね、絞り固くなればもう最強だから、もうそれさえやってくれればいいのにさ、なんかね、最近こういうさ、これ見た目もさ、全然違うじゃんね。このクラシック感ある感じとさ、このちょっとモダンなんだけども、
まあ厳しく言うと、なんかあんま面白みのないただの今風レンズみたいな感じで、富士フィルムが今どっちに行きたいのかよく分かってないんだけど、なんかこういうねクラシカル的なやつをちょちょって改良してくれるだけでいいのになーなんてのはね最近思ったりしてるんですけども、まあこれはね好き好きということで、まあ僕はこっちの方が好きかな。あと最後ですね、このレンズの買い方についてちょっとだけ話したいことがあって、このレンズを新品で買う場合最も安いのがどう考えてもマップカメラなんですよね。これね、なんかよくわかんないことになってるんだけど、マップカメラの新品でこのレンズを見ると7万8000円なんですよね。だから結構高いんだけども、交換値引きって言って、どうで何でもいいから適当なレンズを下取りに出すと、これがなぜか2万円引きされるんですよね。でその額が結構大きくてね、7万円に対して2万円だからさ、これをやると5万後半ぐらいになるんですよ。だから価格 .com の最安値よりも明らかに安くなって、しかも面白いのが、そのマップカメラの新品の隣に6万5000円ぐらいの中古が並んでるんですよ。だから中古より明らかに新品の方が安くてね、なんか余ってレンズとかカメラぐらい多分ね皆さんだったら一つぐらい持ってると思うんで、明らかにね新品の方が安いんですよねっていう謎現象が今起きてて、僕もこれで買ったんですよ。ということで中古を焦って買わずに皆さんのお手元に一個売却できるレンズとかカメラがないかを見ていただき、ある場合はもうマップカメラのこの交換値引きで買った方が一番安いんで、そうやって買ってみてくださいということで、回し物じゃないです。マップカメラさんいつもお世話になってるので勝手に宣伝しておきました。今日はそんな感じかな。あ、そう、こちらの、カメラじゃなくてレンズじゃなくてなんだっけ、時計、そう、こちらの時計も非常にかっこいいですので、ぜひ買ってみてください。そんな感じでございます。ありがとうございました。